じゃあやっていきますか。 VCJ 勝つとこ予想配信発表されました。チャレンジャーズ JP バロラントチャレンジャーズジャパンスプリット1ですね。1月22日こちらの試合はね配信されません。どこがじゃあメインステージ、俺たちが配信で見るチームが駆け上がってくるのかというところを予想していきたいと思います。グループ A フェンネル一択です。はい、一応 BC スウェルも結構強いかな。まあ、ちなみになんで上がるか、普通に強いんだよねフェンネル実は。あんまり言えないんだけど内部の情報、まあ、すげえとこにスクリーム勝ってるみたいな。よくしかも1回とかじゃなく、まずコントローラーがゴンで IGL がクルズかな、多分サイファーとかやるんじゃないかな。前回もサイファーとかだったもんね。でデュエリストが翔太くんで、ディル君もまあなんか結構フレキシブルなんじゃないかな。スカイ、相場、セージ、いろいろそういう系のキャラを使うんじゃないかなと。まあ、デリーもね、てかメンバーがマジで強い。俺は日本で一番強いんじゃないかなって思ってるよ、フェンネルが。忖度じゃない、これは。一応リア君もいるね。でもリア君多分サブなんじゃないかな、お予想だけど。まあでもね、BC スエルもまあまあ強くて、メンバー結構いいよね。BC スエルって誰いたっけ、ケイル、パージア、クローリア、アスカさん。アスカくんとか結構強い。俺が一番強いんじゃないかなと思ってるのはケイルだね。ケイルが特に強い。まあケイルすごい強いけど、まあ、足元救われることもないんじゃないかな、フェンネルの強さ的に言ったら。なんでグループ A メインステージ絶対にフェンネルです。はい、これ確定。グループ B、スカーズですね。はい、スカーズ、これは一択です。ここも、まあ、アレンオンリーワン、アレンオンリーワン、テンプラー、テンゾー、ルモ、ヨシで、コーチがいいね、ノッポさんと、ヨーロッパプレイヤーのフェデジスさん、いい良さそうだよね。オンリーワンっていうプレイヤーが KR プレイヤーらしい。で、誰が出ないのかがちょっと気になるよね。ここも6人じゃん。おそらくテンプラさんが出ないんじゃない、多分。おそらくメイビーで、他のチーム正直パッとしない、あんま分かんない。俺は申し訳ないけど、ここもグループ B もスカーズです。グループ C、 ここちょっと気になるな。イグジストって今誰いるの。イグジストのメンツは、オイタン、シュイ、アロー、ハレ、コブラの5人かな。まあ、メンツいいね。アローがいるっていうのもすごいいい。クレストはね、メンバーが桜井、ブロフェルド、ヒュンミン、ムージー、フラックスなんだよね。でもね、メンツは悪くないけど、やっぱ立て直しっていう面が結構個人的にはかなりきついんじゃないかなっていう。でフラックスが入ったのって発表されたの3日前でしょ。ヒュンミンバケモンなんだ。確かプレデターリーグでファブと戦ってるんだよね。ファブに対してすごいいい戦いをしてるっていう面を踏まえたら、まあかなりクレストも悪くない。イグジスト、なあ、わかんねえ、ここね、むずいですね。まあクレストが勝つでしょう。はい、グループ C、 僕の勝利予想はクレストゲーミングです。グループ D、 リジェクトとファブがいますね。これね、マジでわからん。これね、本当にわからん。リジェクトいいイメージない。あのね、リジェクトに関してはね、ちょっとね、メンツがえぐい。僕は赤目ギャンピン、これ本当に俺韓国、日本でプレイしてるプレイヤーで、韓国籍のプレイヤー1、2だと思う。トップギャンピン、赤目は本当に強い。でまずもうそんな最強ってだけでかなりいいとこまで勝ち進むっていう考えの中、ブライアンがいるんですよね。ブライアンもね、マジで強い。で武藤もね、まあ正直パッとしないと思う俺。こんなこと言うのもあれですけど、でもね、かなりいい選手。俺個人的には武藤選手と、まあ、特にあの戦国ののび太はね、ちょっと見えづらいいい選手だなっていう。日本人選手で正直知らないんだけど、ハルス選手を。それ抜きでもリジェクトはこの4人で破壊するパワーがあるよね。まあ、そこに対抗するファブゲーミングですよね。まあ、ちなみに言うとファブの注目選手はもうミンティ、バズ、この2人、まあ、ファントム選手もかなり目立たないいいプレイヤー。
まあバズ・ミンティはもう本当に最強格ですよ、日本人選手。まあ、そうだね、デュエ・ダイダはまあきつさももちろんあるから、で残りのアットワンが俺誰出るかも分かんないからどうなるんだろうっていうところもありつつ、まあそういう面を含めた上で僕はグループ D リジェクトが勝つと思います。リジェクトにはねかなり期待してる俺。ここはね BB って今誰がいるんだろうな、まあ、そう BB にシドがいるよね、ジェットプレイヤーで。バレルはねなんか昔からシーンを追ってる人からしたらかなりなんかいいよね、そのチーム性、チームのチームとしては。まあ普通にトーマスともゼファーとも仲がいいし、いろいろ聞いてるけど、まあ、もちろん大変な中かなり仕上げてきてはいるんじゃないかなって思いつつ、まあそうなんだよね、なんかバレル勝てないイメージがあって、俺も、まあ、勝てない理由なんとなくわかるよ、パワー足んなさそう普通に。どっかのチームにさ1人か2人、まあ、こいつだったら試合を破壊するだろうみたいなプレイヤーがだいたい1人2人いるじゃん。でパッドでみんないい選手なんだよ、ゼファー、バンナム、ロブ、ウィズ、ゼンフ、なんか破壊しそうなやついねえよな。だからそう、俺は好きなんだけど、俺はね好きなんだけど、そういうなんか誰かが破壊せずにセオリーでゲームするみたいなすんごい好きなんだけど、やっぱねミスすると負けるんだよね本当に。まあでも破壊されないんじゃないかな、さすがに。なんかもう懲りてるっしょ。バレルです、グループ E。 レッツゴーグループ F。まあここも特に語ることなく戦国なんじゃないですかね。グループ G、 ここだ。マジな話していい？ね、村毛もねマジで強いと思うし、やっぱここ再生数取るためには俺は村毛忖度をしなくちゃいけない。やっぱこういう動画を作るっていうのはなぜか再生数が欲しいから。ここ村毛勝つって言ったら俺は本当に媚びを売ってるような人間だと思われる。すいません、リドルです、ここ勝つのは。まあね、まずねゼタアカデミーマジで強いっていう情報を俺知ってるんだよね。ゼータ1軍もゼタガキ VCJ 優勝できるって言って、うん全然そんくらい強いんじゃない。カエデ、ソルダム、エース、ヤツカ、ビン、BNN、 あ、ビンビンね、戦国の、あー戦国のビンビンね。あのねこれ言っていいのかな、俺が選手やってる時にこいつマジ強いぞみたいな話をしてたんだよね。別にこれって言っちゃいけない、言っちゃ いけないことじゃないから多分。いろいろそれ以外でもなんかどうのこうの、いやビンビンマジあいついいよみたいなのを結構聞いてて、だからかなり強いんじゃないかな。そういう期待値をさすがに俺は村毛が上回ってこないと思う。村毛めっちゃ好きだけど、特にレイタが好きだね。いいね、レイタマジで頑張ってほしい、レイタは。って感じで僕、まあグループ G、村毛か、村毛頑張れ、勝って。再生数ボーンだけど、まあさすがにちょっとリドルかな。こういうの予想してるとして信頼値大切ですから。ネクスト、グループ H。ここ相当おもろいじゃん。リグ、ノーイージー、ノーセプ。まあノーイージーは誰がいる？マリン、フィスカー、バース、あ、テンちゃんいるんだ。アットワン誰だ、あータヌカナね。あーいやね、正直タヌカナさんじゃ勝てないと思うよ。まあ、なんかパワーはあるよね普通に。おいお前らゲームしかできねえオタクくんがよみたいな、その口笛はマジで強いと思うけど、まあバロラントだからねこれ。でマジで誰出んの、アットワン、カイくん、ゼタガキノイジー行ったの。カイくんって結構強かったイメージあるけど、うん、かなり今ねノイジーおってなった。ワンチャンで、リグは誰いんの、 DH 誰、 KR プレイヤー、え、コブラはクレストでしょ。リグの DH やばいって言ってた。うわー、リグ韓国プレイヤーまた最強。俺もリグにボコられてやめたからな、選手そこで。フォクシー内にボコられて。フォクシー2世あっつ。まあ、ワンチャン破壊ってくらいじゃない？リグ。で、ノーセプ誰いんの？ノーセプ。それが一番気になるわ、今。ペッパー TV、あと誰？ウルバリン。エスペランザいるの？エスペランザいるんだ。ペッパー TV、エスペランザ、ウルバリンと、ヨアム。ヨアムさん俺知らないな。
うわーこれマジでわかんねえな、これ本当にわかんない。いやかなり期待値高いね、ノーセプ。チーム経験っていう面で見たらやっぱノーイージーちょっと頭抜けてるかな。だってマリン、バース、フィスカー、カイ、テンちゃんでしょ。強いよ普通にメンツ。その5人とリグとノーセブのメンツ比べてみ、グループ H 勝利予想ノーイージーフォックスですって感じかな。フォイに媚び売り、いやメンツだけ見て言ってるだろ。普通に本当に俺忖度抜きで言ってるからね、マジで忖度抜きにちゃんとした勝利予想してますと。まあそんな感じかな。